キーだったんじゃないの？反抗期って書いてあるけど。いやいやいや、ゴリゴリのヤンキーほどではなかったんですけど、その高校時代の時とかは本当にひどくて、親への反抗が。で今28歳で後悔してる？めちゃくちゃ後悔してます。で何歳から何歳ぐらいまでの時期？それ反抗期は小学校5年生から高校3年生まで続いたんですよ。結構長かったんだね。長いし早いね。いやそうなんです。反抗期が終わった瞬間があって、高校3年生で地元がすっごい田舎、北海道のすごい田舎の町なんですけど、そこから大学進学で札幌まで出てくる時に、で最後に親が地元に帰る、自分は札幌に残るって時に、その親と最後に「じゃあね」って言って親が去っていくのを見届けた瞬間、涙が止まらなくなっちゃって。後ろ姿、そうなんです。親が徐々にエスカレーターを下っていく姿を見て、俺はもうなんかずっとそのむせび泣いちゃって、その場で急に来たってこと？そうなんです、そうなんです。あの時はごめんねっていうふうなことを言えずに、今でもやっぱりちょっと親に対してはすかしているところが。はすってんだね、ちょっとね。でも親には言えないけど「オドぜひ」には出てこれんだね。一応ね、一応テレビなんだけどね。どうしてもやっぱり反抗期終わってからもう10年経ったんですけど、やっぱり自分一人で言おう言おうと思っても限界があって、何か第三者の力を、誰かに背中を押してもらえないと、親への謝罪と感謝はもう伝えられないなって思っちゃって。それはオドぜひがぴったりだよね。いろんな方法あると思うけど。そうなんですすごいいい番組なんで。いやそうよ、札幌だってそれこそなんかいろんな番組、ティモンディの番組でやってもらえよ、そしたらねえ、やってくれよ。ティモンディだとダイレクトすぎんのかな。やればできる。やればめちゃめちゃ背中押して、高岸君なんてめちゃめちゃ背中押してくれるでしょ。ということで今から中村さんのご両親に電話をかけることに。オードリーが見守る中、反抗期の頃の謝罪や育ててくれたことへの感謝の気持ちを伝えることはできるのか。あ、もしもし。はいはい。あ、何今何してんの今？え、うちにいるよ。うちにいる。あ、そう。晩ご飯は？え、晩ご飯は何だったの？晩ご飯言わなきゃダメ？いや、教えてよ、いいじゃん。ね、お蕎麦。蕎麦あ、オッケーオッケー。蕎麦ね。いや、美味しいよね。いや、俺もそば好きなのよ。うん。ね、さ。何？いや、俺高校の時とかさ、中学校の時とかさ、結構反抗期だったじゃん。そうね。うん。お父さんとかお母さんとさ、口聞かなかったりだとかさ。そうだね、口聞かなかったよね。うん。あとなんかすごいお父さんお母さんに対して舌打ちしたりもしたりさ。ああ、したね、してた。あと、多分何回かお母さん泣かせたこともあったと思うんだよな。そうだっけ？それは記憶にないけど。あ、そう。いや、じゃあいいんだけど、さあ、それでさ、反抗期終わった瞬間があったのよ。さあ、18の時さ、俺実家から出てさ、札幌駅でさ、お母さんとお父さんと別れたじゃない。それでその時さ、お父さんとお母さんが札幌駅のエレベーター降りていくの、その背中を見てさ、俺胸がぐちゃぐちゃになっちゃって。でさ、その反抗期、本当にお父さんお母さんに対して、お父さんお母さんがすごいいろいろ俺に期待してくれてたのに、全然期待に応えられなかったり。いや、十分。あ、そう。十分で何言ってんの？あ、そう。うん。で、なんか、うん。何？何？ご飯もちゃんと作ってあげれなかったけど、涼介ちゃんと大人になってよかったなと思ってるよ。うん。ありがとう。ね、お弁当とかもね、冷食多かったけど。うん。そうだね。いや、そう、うん、今までさ、本当にお父さんお母さん迷惑かけてごめん、あと今まですごい大切に育ててくれてありがとうっていう風な、それを本当に伝えたくて。そんなこと言ってくれると思わなかった。ああ、そう。うん。すいません、はじめまして、オードリーの若林です。はじめまして、息子がお世話になってます。いやこちらこそ今日初めて諒介君に会ったんですけども、はいすごくいい子ですね。そうでしょう、うちの子すごくいい子です、はい、まあもちろんイケメンだし心も綺麗だし、うん自慢の子です。うん、あ僕も今43歳なんですけどもね、ついこの間母親と大喧嘩しました鼻の頭が汚いって言われて大喧嘩したんですそれ諒介君見てて素晴らしいなと思いました。ありがとうございます、はい、テレビの、番組なんですけども、はい、決して怪しい番組じゃないので、最初は電話いただいた時は詐欺か何かか詐欺番組ではございません。限りなく NHK に近い番組報道番組と捉えていただいてもいいと。